さん、こんにちは。ハリネズミ検証生活です。2022年の当選品をちょっとタワーにしてみようかなと思って、タワー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 、ふぅー、タワー、こんな感じ。あ、そう、あの、ペラーもあるんで、あの、あれなんですけど、ペラーはね、あの、これ、商品券です。はい、3000円分。で、あとはね、これ、この、ベルクのお肉、ちょっと、ベルクのお肉、もう一個、来ました。で、もう冷凍庫に入らないので、ちょっと放置してるんですけど、開けて、ちょっと冷凍庫に入れるか、冷蔵庫に入れるか、しようかなと思ってます。ちょっと2回目の検証当選開封の時、これは、中身は買ってるんですけど、いや、なんか、あんまり開封、うまくないな。2個当たってきた。2個、この冷凍とそのままちょっと冷凍できたやつをそのまま、ね、ちょっと玄関先に放置して、もうちょっとね出かけようと思って、こんな感じで この中に入っておりました。全く同じやつだと思うんですけど、これそうね、私あの開封するときに1回目は爪を負傷したんだけど、ちょっと2回目はちょっとうまく開け、パッカーン、あ、これご当選おめでとうございますっていう、あ、いい感じに解凍されてる。あ、沖縄県のアグー豚ってね、あの、私の友達がですね、今沖縄に行ってるんですけど、あの、飛行機で行ったんみたいなんだけど、飛行機、搭乗者が10人ぐらいしか乗ってないのに、CA さんが6人なんだって。だから乗客4人ぐらいしか、だから飛行機に4人しかお客さんが乗ってないというね、それでも飛行機は飛ぶみたいな。あの、全日空大丈夫みたいな。あ、まだちょっとこれは、ちょうど解凍した時のお肉の状態をちょっとご紹介しようかなと思って。あー、なんか、いただいたにもかかわらず、あの、なんか油だ、なんだ、とかしていて。で、これ、2個当たってるんで、これが、冷凍庫で、やったやつ。で、冷凍だといまいちよくわからないでしょ。それが、解凍した状態。まだ賞味期限があるからちょっともったいないなと思ったんだけど、でも、この状態で、多分真空パックになってるんで、あの、解凍になったとしても、そんなにすぐ食べなくても、そんなに鮮度落ちないんですよ、このパックは。あの、常でもちろん、常温だったら、もうやべえことになると思うんだけど、はい。こちらが冷凍で、こちらが解凍したやつ。解凍というか、まあ、放置したやつね。こんな感じ。まあ、やっぱり、ちょっとね、解凍の方が、ちょっとまあ、見栄えも、見た感じも、いい感じ。全く同じ方向で入ってる。これは、旗、違う。こっち、これなんか若干違う。ローススライス。こっちはね、なんかばらけて、バラバラってなってるんだけど、こっちはなんか重なってる。重なってるよ、これ。うん。こっちの方がね、良さそうに見えるよね。こうやって、積んで、なみなみにしといて。一応ロースがスライスされてるんだけど、これちょっと急いじゃったのかなみたいな。バイトがやったのか、もし、あの、こう、なんか、
社員がやったのかみたいな、そういう違いなんじゃないかなみたいな。こんな感じで比べられるのもいいですね。都合2キロ当たった感じですね。これやりました。で、こちらをですね、ちょっと私しまってきます。あ、しまってくるかな。とりあえず写真撮るかな。まあ、しまっとこう。話長かったりやな。ちょっとこれを、見てください。見てください。一応喋りながら行きます。喋りながら行きます。しまってきます。これを。しまってくるよ。しまってくるよ。閉まってきました。ちょっと閉まってくるよって、編集しろよって感じなんだけど、ちょっとね、編集するのが時間がもったいないので、ちょっと割愛、2022検証当選品ご紹介、早く高子にも届くといいなっていう感じでですね、こちらが第一発目。なんかもうシミがついてる。もうほんとうちのね、あのバカチビスケがね、もう汚すんだよ。なんでもシミとかさ、いたずら書きとかさ、こちら夢と希望のセット券、これが第一発目に届いたやつです。こちら、希望が丘、夢が丘、鉄オタにはたまらない一品なんじゃないですかね。夢、希望ってやつ。で、まあこれ、ソーニャン最近好きになってきた。で、これがですね、相鉄の新しい新型の電車なんですよ。で、昔当たったやつをよく見ると、これね、もうよく見る、昔っていうか、まあ、相鉄ですよ。ああ、相鉄って言えば。ああ、でも私が思う相鉄よりもちょっと新しい方。これがね、年代によって、ぼちぼち、電車って変わって、微妙な違いで、まあ、これくらいガラッと変われば気がつくんですけど、ちょっとした違いだと、なかなか電車を集中して見てないと、なかなか気がつかないですよ。小田急線とかも何系とか言っても、白いやつと白い8000系と3000系の違いは分かるんですけど、それでも何系って言われても、へみたいな感じだったのね。私自体も白いのと、なんかこう、アルミホイルみたいな色みたいな、そういうなんか言い方だったらわかるけど、今日何系って言われてもちょっとわかんなかったんだけど、最近ちょっと詳しくなってきました。ちょっと詳しくなってきましたね。で、私で、これが1でしょ。で、2がパンダね。2がパンダ。ボケないようにさ、1、2とか言っていかないと、わかんない。に、もう、多分ね、これ以降は多分数えられない。もう無理。もう、毎回さ、なんかゲーム感覚で、1はこれ、2はこれ、3はこれとか言ってやってたら、もう、もう無理。覚えきれなくなってくる。で、このね、これ、長谷園パンダですね。長谷園パンダ。結構ね、ずっしり重いんですよ。で、箱の、なんていうのかな、大きさからすると、いつもの親子パンダリュックとか、それに比べると若干、まあ、まあまあ、ちょっと小柄な感じ。2個、まあ半分ぐらいの大きさですね。1匹だけなんで、パンダが。で、こちらの当選の時の名前は、バーン、まさゆきです。はい。やっぱ、まさゆき強いよね。まさゆきは。まさゆき強ーみたいな。これ。ちょっとピンクの箱にさ、ダイレクトにこれ、郵便局の貼られちゃってるんで、ちょっとなんか、箱が、ね、箱がこれ、剥がすとさ、箱が、
痛むのがちょっと嫌だなっていう感じなんだけど、正幸でございます。正幸は当たるよ。マジに正幸当たるから。ほんと。いや、試してみてみたいな。試してみてっていうさ。正幸。これね、開けるとね、可愛いのよ。いきなりなんか、頭てりーって出てくるんだよ。そして、じゃん。パンダが、ね、出てきます。ここにいるのね。これパンダがいます。元に戻しました。一回動画を撮って、元に戻しました。はい。これ、開けた方がいい。もう一回ちょっと、見てくださいよ。ハリネズミ、桜のぬいぐるみとともに。本物のハリネズミでやると、うんこされたり、おしっこされたりとかですね。あの人たち、機嫌悪いので、基本的にあんまりフレンドリーじゃない動物がハリネズミなんですよ。で、うずらもね、まあ、フレンドリーなんだけど、でも、うずらの方がうんことおしっこなんか、瞬間的にやる感じで、まあね、ちょっと今も、太郎くんは今、一人で、ふけってる感じですね。ティッシュ相手に。こちらが第、2、もう開けるか。せっかくなんでね、ちょっと肌感覚ね、お伝えしようかな。これは、親子パンダリュックのパンダと同じだと思います。知りたいですか？知りたいですか？まあ、後で、親子パンダリュックもその辺にあるんで、これでね、ずっしり重いよ。あるんで、後で、もし知りたければですね、親子パンダリュックの大きさとどうなのって、私の見た感じだと全く同じっていう感じですね。全く同じ。親子パンダリュックと同じ。はい。ここが、ほら、パンダリュックも、ここに、なんていうのかな、リュックの紐がついてるだけで、中に何か入れてくれよ、みたいな感じなので、ただね、これね、子供用と大人用があるんだけど、親子パンダのやつはね、子供がね、しょって可愛いかもしんないけど、ババがこれしょってたら多分バカじゃねえのって思われる感じ。でも、まあ、上野動物園とか、あとはパンダといえば、和歌山のアドベンチャーワールド、あとは、神戸の方の動物園が、パンダがいるらしいんですけど、アドベンチャーワールドね、むちゃくちゃいいですよ、和歌山の。紀州のドンファンの白浜の、ところ。で、白浜だと、遠で、全日空飛んでなくて、JAL 一択なんですけど、JAL ね、JAL は一回上場廃止になってるからいいけど、全日空どうなっちゃうのみたいな感じですね、ちょっと。怖いでございます。これ、パンダ。はい。これ、だから和歌山のアドベンチャーワールドはなかなかいいですよ。本当にパンダが何匹、双子のパンダとか、どんどんこうなんか上のむちゃくちゃ、まあでも、それでもシャンシャンが生まれて、またパンダが生まれて、みたいな感じで、まあ一応上の周りですけど、でもその日にならないくらい、和歌山にはパンダがいる。永浜とかいうお父さんパンダがむっちゃなんか繁殖に貢献してるから、すごいんだよ。なんとか浜って必ず浜っていうやつで、なんとか浜っていう名前なんですけど、本当にね、かわいい。うん。いえ、うずら今、ちょっと旅立ってるんで、また、心配。ちょっと、うず太郎が。うず太郎どこ行った？うず太郎。ちょっと、うず太郎。寝相が悪いから、うず太がいない、うず太が。うず太は？うず太は？うず太。なんかピヨピヨ言ってるのこの辺。あ、痛い。あ、飛んだ。うずた。来なさい、うずた。よし。あ、全く。うず太郎、捕まえました。ちょっと、
そうそれ寝相悪いからさ飛ばしたんだよ。そうそう、渦田がさ、ちょっともうちょっと、おとなしく寝てくれる？はい、渦田でティッシュ。集中できる時間がなかなかなくて、ね、ちょっと動画も撮れないんですけど、これが結構このグッズがね重いのよ。なんかこの液体みたいな感じの、液体みたいなこんな感じの、で充電器、なんかね水の湯たんぽ結構重いずしっとくる感じですね。これね長谷園のパンダの、パンダの湯たんぽはまだこれから1月末が最終締め切りの2回締め切りで、まだ締め切りがあるので、ぜひ欲しい方は、多分倍率的には2回の方が倍率が、高くなるので、ちょっとね、まあもう運が良くなければ2回目はっていう感じなんですけど、まあ、これ何個も当たる人は何個も当たるみたいな、そんな感じです。はい、ちょっとしまうのが大変なの であとねこの、3個目のご紹介です。3個目の紹介です。この3個目、うちはねもううずらとねちびすけがいて、これメンヤムサシ、メンヤムサシツイッターでフォローしてもらったんで、むっちゃなんかメンヤムサシ好きになりました。もう人間って単純ですね。本当にこれはもう愛用させていただく。メンヤムサシ、ムサシっていう。これが3つ。ちょうど、うちの、少人数家族の、もうただね、あいつがね、うちのチビがね、本当に落ち着かないと、こういうなんかの家宝みたいにしたいやつは、なかなかね、使えないよ。ぶっ壊すから、すぐ。本当に。うちのね、あいつだったらすぐぶっ壊すからね。本当に。クラッシャー。そして、これが三つ目。そして、もうなんかね、話してるうちに、うちのバカスケがさ、あいつ全然薬飲まないからさ、真面目に薬飲まないから、アレルギーにしろ、花粉症っていうか、にしても、薬をちゃんと飲まないから、治りようがないっていう、そういう感じですね。んで、3個目が、この、商品券ですね。商品券。3個目が、商品券。3。え？いいんだよね。券、チケット、パンダ、あ、違う、ね、メンヤムサシが3個目。4個目が商品券3000円。そして、もう、5個6個目が、567が、567がもう同着っていうか、まあ、56で、このね、プラズマ乳酸菌の、なんかね、キリンはちゃんとこのペットボトルにむき出しにポンと貼るんじゃなくて、これを入れる箱で、来るらしいですね。ビール一ケース当たった。片栗子さんもそのように書いておりました。こちら、これね、すごくね、いいんですよ。飲みやすい。そして、今これ、バーコードで検証やってるんで、なんかね、こういうパターンで入手して、これでバーコードで応募すると、当たる感じがすごいするんだよな。なんかちょっと、ちょっとね、この動画を撮った後に、バーコードのやつを、応募に向けてちょっとバーコードを貼ろうかなと思ってます。なんかねちょっとねキリンはねなかなかねちょっとバーコード貼るっていうさあれがなんていうのかな、あうるせえ今さうちさこれあうるさこれなんか相当今すごいらしくて、なんかね、ものすごい鳴るのよ、夜。で、一回これを切っても、アラームが鳴るんで、今これ、夜中の4時よ。4時でもこれが鳴るっていうの、本当になんか、不快。何なんだろう。
当に、これね、私も持ってる携帯全部が、これ鳴るから、ものすごい大変だったのよ、この、3時過ぎぐらいまでこれ、格闘して、最初の1時間とか2時間ぐらいは、なんか、そのうち収まるだろうぐらいな。でももうここまで来ると、しつけえよ、みたいな感じで、思うのは私だけでしょうか。どうしてもなんかこう、まあ、それでもなんかまだ起きてない人がいるのか、でも一回聞いたよって、もういいよってなったら、止める方法はないのかとか、を模索してたんですけど、全然止まらないっていうさ、ねえ、なんだか不謹慎なんだか、なんだかわかんないです、くなりましたが、これのちょっとハガキをね、ご紹介しようと思ったんだけど、今ね、サクッと出てこない。ハガキが。いや、サクッと出てこなくても、自分のさ、手のさ、手の届く範囲にいろんなものが、スッてあるところが、怖いな、マジに。はい。なかなかね、子供がいるときは、もうなんか画面とか見てらんないんで、なんですけど、これもね、いろいろなんか検証で、これを買いなさいっていうやつとか、あとは、イミズも何本か買ってたりとかしてるんですけど、ちょっとバーコードをね、どこにやったのか、あとキリンの場合は特にバーコードの番号とかを、今発売の、もので応募しないとおしゃかになっちゃったりとかするんで、それが怖いから、ちょっとね、これ第1回締め切りが、もう12月28日で終わって、次第2回締め切りですね。これは、検証の考え方としてはですね、この若ければ若いほど当たるっていう感じ。第1回目、2回目、3回目ってあるとしたら、第3回目より第1回目の方が当たる確率がすごく高いです。で、第2回目は、その検証ごとに考え方がやっぱりあるので、ぜひですね、その検証ごとに、わざわざ1回目を外してって、もう恒例の検証の場合は、1回目に、こう集中する場合もあるんですけれども、大体基本的な考え方としては検証の始まった時、第1回目2回目3回目ってあった時は1回目の方が、当選率は高くなる。それは単純に応募倍率が低いのでっていうことです。倍率、受験とかのさ倍率とかもあるでしょ。でなんかなんかね、本当なんかもう信じられない。なんか今日はそのなんか受験の共通一次っていうのあれとかで、共通一次センター試験っていうのかな、なんかそれで東大にさ行ってる人をさ、名古屋から高校2年生が来て刺したとか、なんかそういうなんか事件が入ってきたらしくて、私テレビ見てないから全然分かってなくて、何何って、もう犯人がおっさんの場合はもう何なんだよって思うけど、やっぱり子供がそういう何かを犯すとか、特に今回のあれば、なんか自分の受験の勉強がうまくいかないから、とかっていうさ、事情でこういう風になると、何もうこんな感じなんですわ、これ。この一台がなんかクソだな。もうどうしてこうなの？これもう、しつこいんだけど、このアラーム。本当に、でもなんかね、関東の、震災経験者としては、やっぱちょっとこれに関して、ものすごくなんか恐怖心が、あるからさ、これもなんとかしてほしいんだけど、これ多分ね、検索ワードで、緊急速報、なんでオフって、一個だけオフになってなかった。止め枠。これね、本当にこれ鳴るとうるさい。でももう本当なんか6台とか、あと家族がいるから、家族のとかも全部集結して、全部鳴ると、もう何って、それが何時ぐらいかな？ 12 時ぐらいかな、なんか始まって、しつけ、もうじゅんぐりじゅんぐり鳴ってきて、どんどん一つ一つこう滅亡していって、でなんかこう検索して、どうやったらこれ止められるかとかってやって、やっとこう抑えて、今一台だけちゃんとなってなくて、でもまだ継続してるみたいな。でも考え
ってるみたいな、一回も警報で気がついて一回止めたら、もうそこ以来、やめろよっていうさ、あれがないのかな、本当に目覚ましじゃないんだからさ、本当にこれ4時だよ、4時。夜の4時に鳴らすか、これ。しつけんだよ、しかももうこれで、もう何回目、もうなんか、かなりずっとこれ鳴ってんだよ。で、もうほんとやめてほしい。で、これでさ、あの、切ったから、ここ、じゃん、これ、4時14分だよ。これで切ったらさ、お振ったわけよ、今。ね。これで、あの、アラームを振って、で、今から、こう、お振った後に、もうこっちのさ、こっちのさ、あれがさ、なんか、ガーってなんかあったら、どないしてくれんねんみたいな。しつけえから今切ったんだよみたいな。ほんと、なんか集中できんわ、もう。話を。で、だからあれよ。名古屋の高校生、高校2年生が、なんか、その、ね、受験生を襲ったみたいな感じの事件をね、聞くと、もうどちらの立場にも、なって考えられるので、もう何ともね、言えないですね。で、こう、親のせいっていうわけでもなく、子供でね、少年法がどうのってあるかもしれないけど、でももう、追い詰められてどうのっていう人の心情っていうのかな、それが、なんかこう、やっぱり、そこまで追い詰められても、やっぱりでも何も悪くない人に、ね、向けてなんとかっていうのはちょっとほんと迷惑だなって。だからといって、じゃあ自分でなんかこう、もう死のうと思った、死のうって思ったからやったとかって言われてもさ、だったら一人で勝手にとかっていうあれもあるかもしれないけど、ね、でもまあ生きてて、その、良かったっていう、まあ、生きてていいのか悪いのか、もうこれで、ね、っていう考えはね、いろいろなんかこうあって、何が適切で何が正しいのかわからないけど、でも直接手を下してない親のせいにするのは、ちょっと本当になんか勘弁してよみたいな。でも多分なんかプレッシャーをかけたんじゃないかとか、まあ、第三者、外野からすると、親のなんか教育の仕方、あのフォローの仕方、そういうのが悪いんじゃないのって言われるのが一般論だと思うんですわ。あの子供がやったそういう犯した犯罪に関しての責任はやっぱり未成年だったら親が取るみたいな感じになるので、そうするとやっぱ親が結構責められるんじゃないかなって、子供は擁護されて親が、なんか責められるんじゃないかなって思うと、なんか親の立場からするとちょっとまたそれも違うんじゃないのって、もうだって自分の意思持っちゃってるから、もううち10歳で結構もう言うこと聞かないような状況だから、これあと7歳年上って重ねてって、反抗期とかまあそれの上でしょ、したらもう一人の人間としてもうその意向を全部汲み取ってくれないわけで、まあ、ただお金を自分で稼げるようになるまで、独り立ちできるまでは、なかなかね、親の意見っていうのを尊重しがちな感じ。でももう17とかになったら、まあ高校入ってとかだったら、その毒親とかさ、なんか嫌だなって本気で自分が思ったら、親から離れる選択肢はあるので、本気になればね。一人暮らしとかも、できるわけだから、なんかその辺で責任とかを、やっぱり本人が多少は取るべきなんじゃないかなって。善悪の判断とかも、もう17とかだと、あれなんでね、小学生とかだと、どうなんだろう。でも分かってるよ、小学生だって、ちゃんと善悪の判断っていうのはちゃんとつくので、小学生が何かをしたから、オッケーとかさ、そういうもんでもね、中学生だからオッケーとか、そういうあれではないと思うんだよね。昨今なんかこう、ね、少年犯罪とかがの年齢がこう、低くなってきて、それがまた凶悪化してるところがちょっと怖いでございますね。この検証にね、話を。でも一番あれは、とにかく親を責めないでよ、みたいな、何かあって、子供を何とかとかっていうので、親と引き離せばいいみたいな感じでさ、もう、一昔前に子育て終わってる、
あのババアとかはもう黙れっていうのは感じ。もうね、子育ての環境が全然違うから、今のもう17歳ぐらいの子ぐらい、どうだろうな、からかな、もうちょっとあとぐらいかな。でもスマホはね、あの高校になってからじゃないと持たせないとかって言ったって無理なんだって。もう今それ持ってないとさ、無理なんだから。もうさ、それで情報過多になってきてるから、でどうにもならんのよ本当に。だから一昔前の子育て終わったババアは黙っとけみたいな、ちょうどあれでしょ、多分17歳ぐらいの子供とかだと、まあ30で子供で50、あれはフィフぐらいな感じのお父さんお母さんみたいになってくると思うけど、あのもう本当にアラフィフぐらいになってくると更年期とも重なってくるし、大変なんだって。あの男の親は男の親で、あの社会的責任とか地位とか会社でのなんとかとか重圧とか、あの自由感管理職と言われる立場のポジションになるし、あの女性の方はお母さんの方は更年期とかで来るしね、あのそこでまた子供のとかって言われたりとか、いやどの方のとかって言われたって、もう子育ての環境が全然違うのが本当にもうね、この10年ぐらいで変わったとかそういうレベルじゃないと思うよ本当に。ガラッとね、あの違う本当に。だって子供と一緒にいてください、親が休みの時は子供と一緒にいてくださいね、場合保育園みたいな、そういう時代とか分かってないわけだからさ、あのクソババアとかは。年齢はそんなにさあれかもしれないけど、でも若い時に子育てしてる人っていうのは若いから、あのお母さん若いからっていうので何でも許されることあるけど、年取ってからの育児とかだと、みんな年下の人にまみれながら育児してて、あの中にも入れないとかね、なんかいろんなその人その人の悩みとか、育ててるのは子供なんで、一緒くたに自分のところの子が楽だったからこの子も楽とかこの子もこうとかっていう、そういう問題でもなく、あの高卒ぐらいで社会人にポーンって出ちゃう親と、大学までしっかり出してとかっていう考えてる親とでは、その大学の学費だけでも全然なんかこう負担するわけでしょ。だからその辺なんか高卒あたりでポーンとこうさ就職かなんかして手が離れちゃうこと、大卒まで大学の試験を受けるとかっていうさ、ポジションの高校2年生、あのちょうど高校2年生の今ぐらいにはまだ就職は高校3年生ぐらいになるから、でも進路がもう高校2年生ぐらいで進路が方向性が決まってきて、受験に行くか、あの就職するかで、就職の人って結構 楽というか、あのもう消化試合みたいな感じで学生を満喫しようみたいな感じになって勉強からは離れられるから、またこれ高卒おい、あの子供高卒しか、してない親とちゃんとしっかりあの大学まで学費とかあのいろいろね、あの負担をしたあの子育てと全然違うわけですよ。もう大学なんてむちゃくちゃお金かかるんだから、本当にその行く進路によって全然違ったりとか、だから結構プレッシャーとかね、あるんじゃないかなと。もうちょっとね、私立と国立とそんな差別するなよって思うんですよ、経済的。まあでも地方の大学に行けばいいだけの問題っていうのもね、だってほらそれこそあの九州とかの方の、 あの鹿児島あたりの体育大学みたいなところとかだったら一応国立でさ、学費も、あでもそれが希望じゃなかったらどうにもならないんだけど、なかなかマニアックな学科とかが地方とかにあって、やっぱ東京大学っていうさ、そのブランドっていうのはどうにも崩れない日本のさ、あれはあるかもしれないけど、でもまあどうなんだろうな。まあとにかく私が言いたいのは、子育て自分のその立ち位置が、そのなんていうのかな、一昔前のババアは黙っとけみたいな、で時代が全然違うんだから。で今なんかウィズコロナになって、あのオンライン授業とかになってきたんで、また私なんかじゃ想像つかないくらいの子供たちの、ちょうど受験の高校2年生とかだったら、高校入ってからろくに学校なくて、ここをやっとあの行き出してっていう学力のこの進行具合の
なんていうのかな、オンラインじゃ全然ね、授業なんかつかめないよ。うん、つかめない、その場の雰囲気とか場の空気とかそういうのがあるわけだから、そういうのが全部閉じられてるその時間を2年間高校生の1学年2学年の時に経験して、今までの東大の偏差値でいけみたいな感じになった時の考え方がまた違うのかもしれないとか思うと、どうにもね、うん、まあ、全員が全員なんか、そうやってなんかのなんかこうなんだろうな、なんかな、今とにかくね、大人もね子供もね結構疲弊して病んでるから、うん、だからね、まあちょっとね自分の身に置き換えると、もうでも子供がやったこととか子供が選択したことっていうのは親がねじ曲げて変えられないところがあるので、教育せえって言っても子供って言うこと聞かないのが子供なんで、どうにもならないんですわ。であとはもう起きたことに対してはどうにもならないんで、ぐちゃ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 文句言ってあれしても、もうその起きたことは起きたこととして、もう次に起こさないようにするとか、もうその一回その起こしてしまったことに対してのフォローっていうのかな、もうそれでもう人生がね お釈迦になるような感じの世の中にしてはいけないと、間違いがあったとしてもそれをなんか構成して正して立派な人になってもらうような感じ、ね、もっとこういう犯罪を起こしたらどうなるのかとかわかんないですけれども、そういうなんかこう希望の星みたいな感じになってくれるのがスーパークレイジー君かなと。私ちょうどなんかね議員の方が友達にすごく多くて、最近フェイスブックとか友達がなんか偉い人ばっかりになってきちゃったんで、すごい国会議員の方とか結構多いんですよ、議員の友達が。で新しく市長になった方とか結構ねいらっしゃって、あまりなんかこうね検証が当たりましたとかくだらないことにね書くの私ぐらいなんで、ちょっとなーって思ってるんですけど、スーパークレイジー君ね友達になってくださいまして、なんかね時に東京都知事選挙の時になんだこいつって思ったのよ。もう新橋かなんかのところで一番最初にポスターを見た時に、スーパークレイジー君何これ遊んでんのって思ったんだけど、このなんか舵取りというか野望というか、まあ、全て成功してるから彼はすごいっていう結論に至る感じかもしれないんだけれども、すごいなんかとにかくね綺麗な顔してる人ですよ。顔小さいしね、もうなんかすごいなって、もう声もイケボだしね、なんかね175日であと175日で国会議員になるっていうので、なんか TikTok とかがあって、それがなんかすごいなんかなかなかいい感じのやつがちょうど Facebook かなんかのストーリーかなんかに上がってきてて、それを見て、おーそうなんだ、175日で国会議員になるっていうこの先を見通してるんだなみたいな。でももし彼が国会議員かなんかになったら何かこう悪いことをしてしまってしくじっちゃったけど、そこからの方向転換でこんな風になったよみたいな感じのね、なんか希望みたいなのになればいいなと思ってます。なんかいろんななんかこう、まあ議員はいいんじゃないですかみたいな、なんかいろいろそういうのをしくじろうが何しようがなんか議員にはなれる的な職業っぽいところはあるから、なんとなく今日はそんなことをねふと考えながらちょっとヨミルランドのイルミネーションが良かったっていうのを書こうとしたら、結構いろんな人のなんか表示も来て、目に飛び込んできたものだけで、な感じ。なんか、今言っちゃダメだろ、沖縄にって思うんだけど、そう思ってるのも逆にこう、言ってる友達が飛行機で、国内線でも、ね、10人しかいなくて、うち6人が CA で、空港とかも超閑散としてて、すごいなんかこう、第6波っていうのオミクロン
みたいな、大丈夫かみたいなのを、あれしました、ね。で、実際に行って、なんか逆に東京とかよりもいいんじゃねみたいな感じで、なんか、うん、書いてた。でも実際どうなんだろうみたいな、うん。ちなみに読売ランド全然なんかうん、コロナとかオミクロンとか全くなんか、うん、わかんないぐらいなんか人いたしね。なんかもう大丈夫なんじゃないのみたいな感じで。私あんまりニュースとか見てないの、テレビを見てないので、その辺なんかマスコミとかの、こう、煽りとかを直に受けてないけど、なんか普通に待ち時間何分とかも、もうあったし、みたいな。なんかあんまり気にしないで、うん、一応やるべきことはやって、あまり気にしないで、それはもうもちろん、今日とかだって、すごいフルで朝から晩まで遊んでたわけじゃなくて、ほんと2時間ぐらい行ってきただけなんだけど、2時間ぐらい近いんでね。で、なんかお風呂入ろうかな、みたいな、丘の湯に行こうかなと思って、ふっと横見たら、イルミネーションがすごい綺麗で、あ、行っちゃおうかな、みたいな。ちょっと行っとくよ、みたいな。ちょっと園内一周回って帰ってこよう、みたいな感じで、行ったらなんかドツボった、みたいな。だから最大マックスでいたとしても、何時ぐらいかな、行ったのは。まあ、5時ぐらいに行ったとしても、8時閉園と、8時にクローズかな。まあ、3時間とか、まあ、それくらいな感じで、もう、なんかね、自然と歩いちゃいましたね。自然と。で、最後に、他の家行こうかと思ったら、もう、疲れたから帰ろう、みたいな、そんな感じでした。で、まだまだあるんだよ。今、何個目って言ったかな？何個目？だからあと175日、参議院選挙が、開催っていうのが選挙があって、スーパークレジ君が出るみたいな、なんか、感じで、なんか、ちょっと、あ、すごい、みたいな。ちょっと、ドキドキしてますね。あ、参議院って6年なんで、任期が6年なんで、そこをね、狙ってくる、ね、政治家になりたいって思ってる、方が多いので、これ前回の衆議院選挙よりも、参議院の方が、結構、ね、ガチッと6年間お金もらえるからね、うん、なりたいって人が多いみたいで、またどんな変なやつが出てくるのかなっていう、ちょっとワクワクで楽しみでありますけど、なんかもう、はい、で、これ何個目8個目、もう数えるのやめようって言っときながら、せっかく7、8、9、5、6、7、8、ちょっともう一回言ってみる？夢と希望でしょ？その次パンダでしょ？その次が、3個目なんだったっけな？ 3 個目が麺屋武蔵。で、三和の剣。そして、肉肉と来て、肉肉、イミューズ。で、8個目。こちら。岡山南郵便局から届きました。まるちゃん嫌いなんだけどさ、まるちゃん当たるんだよ。しかもこれ丸いっつってかな、なんだろう、開封してます。じゃじゃーん、なにこれ、じゃん、そう、まるちゃんスマイル4O キャンペーン、ご当選おめでとうございます。丸いっつって書いてあった、マルエツってね、マルエツ東洋水産、これは8個目ですね。こう、まさか普通のクオカードかな。チャンチャンチャン、ピッピッピッ、あ、これだ、オリジナルクオカード500円、チーン、500円です。500円のクオカードってさ、微妙だね。使うとき、結構めんどくさいよ。うん。はい。でも、嬉しいでございます。当選しました。うん。ということでですね、2022年は、現在、もう今、半分、1月15日、ケンタの誕生日だったんです、今日。今日、もう終わっちゃったけど、ケンタの誕生日だったんで、ケンタね、
ケンタ可愛かったよ、ケンタ。ハリネズミケンタの誕生日だったんですよ。で、うちのちびすけが、なんかあの、なんか日清のあそこで、作ってました。あ、これこれ、ケンタ。ちょっと待って。ケンタ。ケンタさっき写真撮っ、記念写真撮って2歳の誕生日。ケンタくんでーす。お誕生日おめでとうございます。ただね、これね、ちびすけが撮るとこういう表情するの、ケンタは。だけど、私が撮影すると、あの、私のさ、あの、この YouTube の、私の YouTube、私さっきまでさ、植草先生のを見てたんで、私の YouTube の、コミュニティのところですね。ここコミュニティ。ハリネズミ検証生活って書いてあるやつのコミュニティっていうのがありまして、ここになんか、ちょっとインスタっぽい感じでですね、もうほとんどコメントとか、あの、文字とか書いてないんですけど、これをずーっと遡ると、一応当選品をここでアップしようかなと思ってんだけども、クリスマスケーキぐらいで9時、あなんか、もうそこで止まっちゃってるっていう、結構あの、当選品の数々をですね、今までのこの当選品をアップしてはいるんですけど、クリスマスケーキで止まってて、その後の当選品がなかなか、あ、これ行きましたよ、これ。この、なんかこれ11,550円相当とか言うんだけど、なんかさ、なんか、っていう感じでした。やりましたわ。あ、これなかなか良かったですよ、これ。あの、腰に、ヨガブロックみたいな感じで。なんか、あとこれ、このナポリタンスタジアムね、むっちゃ大変でした、これ。あの、コロナで、あの、店が全部閉まってしまいまして、で、ね、このマニアックな店なんですよ、ナポリタンスタジアムの。で、行けたのが結構、あの、遅くて、うん、でもなんか、いまいちな店でした。また、これもまだできてないんだよ。あの、これが2020年の、箱類なんですけど、2021がまだできてもおりません。はい。あとは、まあ、こんな感じでですね、過去の当選品をこう、やってるんだけど、あの、全然来ないな。ハリネズミケンタがね、私が撮影するとどんな顔かっていうのをご紹介したいんですけど、ちょっと目がバチバチってなるから、あの、やめろよって思うかもしれないけど、せっかくここまでやってきたんだけど、そこまでやってきたんで、今ね、左右がね、走ってるんですよ。このうるさいでしょ、コキ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 。うずらは今ね、うん、あ、これな、これ、なかなかいいですよ。雪見大福っす。今年も当たるかなっていう。ディズニーはチケット1枚なくしちゃったんだよね。本当に。見つかるかみたいな。メロンも当たりましたね、これ。片栗粉さんの大好物のメロン。あとは。あ、これ。私が撮るとこれだよ。私が撮るとこれ、この顔。ね、ケンタと私は対して常にこんな感じ。私撮るとこんな感じなんだよ、ケンタ。全然違わないこれ。うん。本当にこれ。私撮ると こういう表情するのよ、ケンタ。なのに、うちのちびすけが撮ると、こういうさ、おまぬけな顔すんのよ。本当な、こういうね。こういう顔すんのよ。ありえないでしょ。私これを、私がやると。この差別、この違い。本当に私撮るとこれよ。チビ撮るとこれよ。本当にもう、多分、ハリネズミのくせにね、ひいきするんだよ。こうやってな、差別。よくないよ、そういうの。本当に。ということでですね、本日も、つらつらと、たらたらと、うん、喋りましたけれども、いろいろね、思うことはすごくあって、なんとなく、もう、なんか平和な、
なんだろうな、なんともやりきれない感じでございます。はい。で、私はなんかもうなんか、ま、とりあえずね、なんだろうな、どんなピンチとかなんか苦しい立場になったとしても死んじゃうのはね、自分で自殺みたいな感じで自ら命を絶つことだけはやっぱりちょっとそれは絶対やめてほしいなと、ね、だからといってもう死んだ気になって自殺しようと思ったからやけくそになって人を攻撃する、これも論外です。まずもうそういうことはしないで、死ぬ気になったと思って頑張るみたいな、そっちの方向にね切り替えられる、こうポジティブな感じ。やっぱね、嫌なこととか辛いこととかめんどくさいこととかムカつくことの方が人生は多いんだって。それはもう仕方がない、もうその運が悪いとかあーダメだとかって思うことの方が多いです。困難とか試練とか嫌なことの方が多いけど、でもその嫌なことをなんかこう糧にというかさ、そのなんていうのかな、嫌なことがあった分なんかラッキーなことがあるぐらいに捉えておかないと、なんだろうな、嫌なことがあった、でもね交換条件に本当にね嫌なことがあった後ってねいいことがあるわけよ。落ちるだけ落ちたら上がるしかないんだから、そういう考えでですね常にポジティブに、こうだけどこうみたいな感じのポジティブにねいけばいいんだよ本当に。なんかあんまポジティブすぎんのもさちょっとどうなのって思うことはあるよ。例えば大学さ行かなかったから、まあ、いろんな事情で大学行かない人とかもいるかもしれないんだけど、なんかほら慶応とかってさ通信ってあるわけじゃん、慶応通信とかなのに慶応大慶大生ですとかやられるとほんとイラってしたりとかするんだけど、お前そこをさなんか学歴に書いちゃえるって、必ずそこ通信ってつけろよぐらいに思ったりとかするけど、すげえ厚かましいポジティブなやつってそこも大々的に通信とかの経済性って書けるくらいのこれずぶといメンタルが、これこいつほんとすげえなって思うくらいのメンタルはねちょっと見習うべきだよ、そういうところは。なんだよって思うけどね。だ本気でだって大学のその資格とか勉強とかしたい人とかは、法制とかさ、まあそれ、なんか、いろいろ通信やってる大学の中でもさ、それなんかキラキラなところ選ばないもん。そんなもん見っ張るためにやってんじゃんみたいな。でも、本当になんか真面目に、だいたい通信だと6年ぐらいかかるみたいなんだけど、ちゃんとやって、で卒業の資格を得る人もいるみたいですけどね。また通信と一般の大学に通うあれとかだと多分定期とかの定期券とかのなんか、条件とかもいろいろね、なんか普通の学生とは多分違うみたいな感じで、本当に学生扱いになるのかどうか微妙なんだけど、でもなんかなっていう、そういうのもあるんでね、ぜひ大学受験ごときでですね、なんか そこら辺で腐らないように、本当になんか本当なんだこいつって思うようなやつは本当にねいっぱいいるから、本当になんかもうすごい、なんか東大に落ちて東大に落ちてその後もなんかもう、なんか履歴書ぐちゃぐちゃじゃんみたいな感じで、もう50過ぎてもさ、なんか無職とかに結構いるからさ、そういうのやつでも、でかい顔してさ、のさばってるわけじゃん。そういう感じの鉄のメンタルを、ちょっとね、見習うべきだよ。ああいうのはどうなのって思うけど、どうなのって思うけど、周りにどうなのって思われても、もう全然大丈夫みたいな感じでさ、なんかこう、のうのうとしてられるくらいのこの鉄のメンタルをですね、ぜひ、まあでもこの動画は検証が好きな人で受験生聞いてないからあれなんだけど、受験ごときにさ、本当になんかこれまもう運だから、本当に運なんだよ。その時の人口のね、人口の状況、出願数とさ、検証も同じよ。
倍率ってものがあるから、その時に希望してる人が多ければ、その定員っていうのが決まってて、そこでどんなに成績が良くても定員に達したら切られちゃうわけだからさ、それって毎年毎年変動するわけだから、偏差値っていうのも変動してて、ああ今年からいきなり高えなっていうのと、うわ今年は低いなとかって、そういうのもね、もうね、運みたいなものなんで、こう切り替え、気持ちの切り替えで、あとはだから子育てにおいて、あんまりなんかこう、なんだろう、これもね、その子供の適性なんだよね。葉っぱかけないと、でうちなんか、うちのチビなんかはもう強い言葉でガンガン言っても全然なんか響かない、もう慣れちゃってるから、周りの人からしたら、私の強い、私がこう喋る強い口調で、お前とか何してんのこのクソボケとかして言ってると、うい逆転とかすぐ思うかもしれないけど、うちはもうずっとそうやって打たれ強い感じでこう来てるわけだから、もうそれ慣れてるわけ、もうお前って言ったら、で僕ちゃんねとか、あ何してるのかしら、なんとかなんとか食えんとか言ってやってさ、上品にさ、こう生きてる人からすると、生きてるさ、なんかこうもうすべてをさ、なんかなんかね、こうっていう人からするとドキッてするかもしれないけど、うちはそれでね、もうとにかくもう死なないようなしぶといさ、あれをやってるわけ。またアスリートなんでね、子供が。もう本当に理不尽だよ、アスリートなんて。もう実力世界だからさ、本当に、こうもう本当に35ぐらいのさ、コーチ、ちょうど35ぐらいなのコーチがさ、30代のコーチがさ、まあ、だいたい30ぐらいの平成のコーチは、平成生まれのコーチは、まだね、ゆとりだから優しいんだよ、ゆとりっていうか、優しいんだけど、35ぐらいのやつって、ゆとりじゃないからさ、ね、むちゃくちゃ性格悪いから。うん。露骨に差別したりとか、露骨に金要求したりとか、露骨にあれとかだね、結構あるんだよ。で、実力なんで、もうみんな仲良しいいとこしてやるわけじゃなくて、もう露骨に、あ、この子伸びるなってたら、もうその子をこうどんどんひいきして、自分の手柄にしたいとかね、そういうのあるんだって、マジに。あと、親がさ、お母さんがすっげえ可愛くて、かわいいとかさ、美人とかだったらさ、くぬくぬとかさ、そういうエコひいきとか差別とかひいきとかさ、そういうのあるんだよ、もう。本当に、スポーツとかはね。で、もう、ここぞという時に、こう全力尽くせずとか、前日からさ、緊張して寝れないような人は、アスリートに向かないの。前日から緊張するようなタイプは、もう、用意スタートとか、そういう本番とか、大本番とか、もう、何連覇とかかかってる緊張状態でも、こう、全力が出せる、パフォーマンス出せるような人じゃないと、ダメなんだよ。こう、そういうところでもう、重要な局面でしくじるような、そういうなんかあれは、ダメなのよ。運がついてこないというか、まあ、全てトータルに、こう、なんだろうなぁ、トータルにこう、うまーい感じで、こう、身を引き締めて、こう、やれる人じゃないとダメなのよ。なんか、もう、そこら辺言うともう、本当に羽生結弦が、天才的にすごすぎて、もう、だって、ね、彼女とかそういうなんかさ、スキャンダルななんか変なのもないし、なんか唯一なんか、ゲームを、やってるとかっていうところが、この子ゲームやるのって思ったことぐらいだもん。私ゲームやらないし、漫画とかも読まないんで、なんかこう、よくテレビゲームとかやってますよみたいなインタビューを見たときに、この子ゲームやるんだ、いいのそんなんでとかって思ったぐらいだもん。うん。あとはだってもうそんななんかもうなんかもう無ケチのつけらのお母さんとかも刺さり出てこないでしょ。羽生結弦の。お母さんとかも素晴らしいなとかって思ってるんですけどね。ということで、まあ、なんだかんだって気がついたら1時間ぐらい喋るっていうさ、途中で編集もなく、一回ちょっとうずらが逃げたりとか、冷蔵庫しまいに行ったりとか、いろいろございましたが、本日も一応ね、なんとか一本動画を作ることができました。本日もご清聴ありがとうございました。